役屋とは、領主が挑発する夫役の負担を行う家のこと。その由来は、戦国時代に遡るが、日本全国で行われるようになったのは、対抗検知によって、検知と並行して、役屋改めが行われてからのことである。検知では土地を調査して国高に基づいて、本年部が付加されたのに対し、役屋改めでは、 屋敷所持の実態把握を通じて家ごとの経済力と家族数を調査してこれに基づいて夫役の負荷を行った。特に豊臣政権から徳川政権初期にかけては未だに戦国時代の影響を残しており戦時における人夫や城下町建設などにおける妊婦を負荷するために人口の把握を必要としていた。実際に負荷されるのは 別途各種負担を行っていた村役人、武家の従者、僧侶や神官、職人、御家や隠居を課長とする地、障害を持った者などを除いた一見持ちの農民とされていたが、実際には経済力のない小農民も除外の対象とされた。こうした家々を除いて、実際に夫役を負担した家を役屋と称した。役屋として夫役負担をした農民を指して、 本百姓と称し、村落の主要な構成員とみなされた。ところが、役屋に指定されなかった、小農民も工作した田畑に係る酵素は収めていたが、実際には、夫役と共に、村受けの形で徴収されていたため、夫役を負担している役屋イコール本百姓が、酵素の官能の義務を負うこととなった。これを、役屋制と称する。この仕組みは、 豊臣政権期から小農民経営の発達と、役屋が持つ長地主経営の解体に伴い、夫役も国高に対する負荷に切り替えられる漢文、遠方年間まで続いた。これ以後は役屋改めは行われなくなり、金生や米での大農が一般的になったが、一部の藩では、領内統制の手段として幕末まで意識的に存知させたところもあった。なお、 対抗検知において、田畑における、作合が否定されて、抗議の農民支配の主たる対象が小農民に移ったとされるのが通説であるが、役や本百姓の存在がそれ以前の名主職とどう違うのかという明確な区別ができず、抗議の農民支配の主たる対象は、中世の名主の延長上にある本百姓であって、役や生の終焉とともに、 小農民支配に移行したとする主張が現れて1950年代に論争となった。ありがとうございます。